60年前の最終予選、視聴率がすごすぎる。38.6%、日本対オーストラリア、2013年6月4日テレビ朝日。国民的行事やんけ。実際ザックジャパン派本田香川長友内田遠藤長谷部と花がある選手が多かったからな。ミラン本田インテル長友シャルケ内田マンチェスター香川ユナイテッド今のメンバーより花があるわ。あの時代はまだアジアで無双状態ってわけではなかったから割とハラハラできた。今は勝つのが当たり前。あの頃は海外サッカー熱もすごかったわ。毎週チャンピオンズリーグ結果ごとに3スレくらい消費してた。なんでこんな熱冷めたのか謎なくらいやが。今は昔と違って配信もあるからな。テレビでコンテンツを見てるのは習慣が染みついた年寄りぐらいしかいないし若い世代は配信で見てる。でもワールドカップ本戦は 40% 超えて維持してるんだよなー。